それちょっと手を振る感じでお願いします。手を振る感じ。はい、お願いします。その感じでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。他に、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんからここに注目してほしいというところを挙げていただきたいんですが、注目してほしいところがいっぱいありすぎていつもその迷っちゃうんですけど、武器も細部までこだわっていてかっこいいです。すみれさんが演じていらっしゃるあの茨城童子の斧のハートの装飾が可愛くてお気に入りです。そうですよね、いろんなところ細かく見るとね。そうなんです、細部までこだわっていてね。ありがとうございます。さあじゃあ杉崎さんいかがですか。そうですね、なんかもう本当に次から次へと日本だけでなく世界の妖怪が登場しているシーンもあって、なんか次なんかとってもびっくりするし、見ていてアトラクション感覚で楽しめたり、うん、本当に細部まで細かいこうところをこだわっている衣装だったり特殊メイクはあの見ていてとてもワクワクすると思いますね。モンスターや妖怪っていうあの会議のシーンすごかったですよね。そうですね、はい、妖怪の特殊メイクとかあの大魔神と妖怪獣の戦いとかあの見どころはあのいっぱいあるんですけど、あの妖怪の世界の中でケイとダイがお互いを助けたいっていう気持ちが強くなっていくので、あの兄弟の絆やあの成長しているところも見てほしいです。わあすごいですね。ちょっと寺田さんすごいですね。猪俣さんもおしゃべり。いやもう本当に尊敬します。すごいです。ありがとうございます。いやいや三池監督本当に素晴らしい役者陣が揃ってますね、今考えると。いや困っちゃいますよね。勝てないです。いやいやすごいです。